はーい、お疲れ様です。元光です。今回の話なんですけど、またフジテレビが非常識なことやって、 で大炎上してるっていうようなねそんなお話になるんですけどこちらの記事ですね富士テレビ一等大谷翔平選手の新居報道を謝罪だっていうことで元道も何回も取り上げましたけど富士テレビと日程が大谷選手の新居を無茶苦茶な報道を取材をしてしまってですね大谷選手ブちぎりドジャースからメディアパスをね剥奪されてしまうっていうようなねそんな話があったわけですけどまドジャースメディアから発表はあったのに富士テレビはね まあこの話、否定とかしてたわけなんですよね。まあ、とはいえ、大谷選手がブチギレてるのは認めてたわけなんですよ。そして今回 すっきりと、えー、新居報道をね、謝罪ということで、テレビ番組で謝罪をしてたわけなんですね。まあ、その映像がね、こんな感じになるわけなんですけど、真ん中にアナウンサー立たせて、謝罪をさせてるわけなんですよ。こんな感じでね。まあ、当たり前のようにですね、なんでアナウンサーに謝らせてんだーっていうようなね、声が上がったりもしてるわけなんですけど、この真ん中のアナウンサー、フリーアナウンサーなんですよ。まあ、番組での主要的なね、アナウンサーではあるものの、自社のアナウンサーでもね、 ない人に謝らせてるということでもうむちゃくちゃなんですよねそしてその言い分もどの口が言うんだっていうようなねそんな内容だったんであまりにも非常識だということでフジテレビが大炎上してるというようなお話なんですよねということで今回その件についてね見ていこうかなと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでこちらですねフジテレビの報道番組ライブニュースイットが3日に放送され アメリカ大リーグのロサンゼルスドジャース大谷翔平選手の新居報道について謝罪した一答大谷翔平選手の新居報道を謝罪ということでこの日の放送では大谷選手が2日に行われたダイヤモンドバックス戦で27号のツーランホームランを打ったニュースを報道日本人選手として一チ松井秀喜に続く3人目となる通算500打点という快挙となった VTR が終わるとミ井ルアナウンサーが え謝罪のね言葉を言ってるわけなんですけどその映像がこちらになるんですよねえこの方が言われてるんですけど「イット!」で大谷翔平選手の新居への行き過ぎた報道を正式に謝罪してるぞっていうことでこんな感じ ま、このね真ん中のアナウンサーが全部喋ってるわけなんですけど、えー、ごめんなさいっていうことを謝罪してマジでこういうのはやめてねーっていうので、えー、この青い実るアナウンサーが、ね、話してるわけなんですけど何て言ってるかというとですねこちら当番組では大谷選手の新居に関する情報について取材報道しましたが大谷選手とそのご家族代理人をはじめとする関係者の皆様にご迷惑をおかけしお詫び申し上げますということで、まあ、ごめんなさい っっててまず言ってるわけですね過去に報じた大谷選手の住居報道について謝罪そして新居には多くの観光客や地元の方が訪れる状況が発生しております大谷選手の自宅をはじめプライベートな空間を訪れることはお控えいただき大谷選手に会いたいときは球場に足を運んでくださるようお願い申し上げますと呼びかけたってお前どの口が言うんだーみたいなことがね言われてるわけなんですよ お前たちのせいじゃねえかよと。こんな当たり前のことを守れてないのはお前たちフジテレビじゃねえかっていうのが言われてて、さらに、それを広めたの自分たちのせいだろっていう話ですよね。マジでありえないと思うんですけど、なんじゃこの謝罪っていうような感じのね、正式な謝罪という形をしてるわけなんですけど、さらに、これ、謝らせた青いアナウンサーっていう人は、えー、この人、えー、フリーアナウンサーなわけなんですよね。元、N N.H.K. のアナウンサーであり、東京出身で2003年4月に N.H.K. 入局、そして2024年1月16日に N.H.K. を退社してフリーアナウンサーとなり、同年4月からフジテレビ系の報道番組でキャスターを担当する予定であることが報じられたということで、2024年1月16日から、えー、フジテレビのね <laughs> イットに採用されている人なわけなんですよね。まあもちろん番組のね主要なアナウンサーであるのは間違いないのかもしれないですけど、自 <laughs> 自社のアナウンサーですらない人に謝らせてるんですよねマジで人事なんですよフジテレビからしたら俺たち何も悪いことしてねえしみたいなそんな、えー、気持ちがね伝わってくるんですよねこれからマジでありえねえなとまあ、自分たちの問題それを謝罪してるっていう気持ちは一切ないんじゃないのかなと思いますということでネットの意見もね見ていこうと思うんですけど、えー、こちらアナウンサーが謝罪してもしょうがないかと思って三浦アナの時もそうだけど責任者が出てきて経 および再発防止を説明しないとっていう風に言われててまあそうだよねそもそもアナウンサーが謝罪ってこの流れおかしくねいっていうようなねそんな声ですよねまあせめてまあこの番組のトップの人だとかまあそれに本気があるんだったら社長が出てきたりしてもおかしくはないのかなと思いますけどねとか他にはこいつらまだ自分たちが特急階級だと思っているのかって俺様が謝ってやったんだから許せよというスタンスもしかして テレビの社会的地位がすでに平均を下回り底辺になってることに気がついてないのかっていう風にね言われたりもしますねいやほんとそうだよねまあ、テレビ局全体もそうですけどフジテレビなんて特にですねえー、こんな感じでねこれえっ、ー、と紫の線がねフジテレビの視聴率になるわけなんですけどものすごいガーって急降下してるのがフジテレビなんですよねまあ、こうした非常識な態度報道のせいでこういう風になってるんだと元光は思いますけどね、まあ 信頼がなくななってるわけですよね、まあなのにこんな傲慢なね、えー、謝罪をしてるというような話なんですよとか他には手遅れすぎるーってそしてアナウンサーに謝らせるのは違うでしょうということでまず遅いだろお前らしっていうのもね言われてたりしますねとか他には4ちゃんの三浦ちゃんに謝罪させたよりひどいなーって三浦ちゃんはまだ局の人間だが青い穴はフリー穴やんけーって謝らせる人材おかしいだろーっていうことが言われ いやまあそりゃそうだよね自社の人間でもない人間が、えー、謝ってんだよ普通に考えておかしいよねこれ、えー、なんか謝罪を委託してるようなもんなんだよ 意味不明じゃないこれって。他には、えー、よく言った許すとはならんやろたわけがって、いや、そうだよ。謝罪すりゃ何でもいいとか、そういう話じゃないって、正式に謝罪したいんであれば、誰が謝罪するか、どこで謝罪するか、どういった内容の謝罪するか、それが重要なのに、こんな、もう全てが無茶苦茶なことを言う人いますかいや、本当にね、いかにフジテレビの感覚が、一般のね、社会の感覚と、 乖離しててるかっていうのがねこういうところから浮き彫りになりますよね。もうもろ出ちゃってるんですよ。とか、他には、フジテレビ、大谷翔平の豪邸報道をやっと謝罪するも、フリーアナウンサーに謝罪させてしまい、さらに炎上って、ほとぼりが冷めるまで待ったと思われるし、自分たちは悪くないという裏メッセージを込めたと思われても仕方ない、下手すぎるぞ、この謝罪っていうのがね、言われてるわけですよね。いや、ほんとそうだよ。まさにこんな感じのメッセージが伝わってくるんですけど、自分たちは悪く ないんだーみたいなねもう自社のアナウンサーにすら謝らせないというようなむちゃくちゃな行動してるんですよね他にはここまで大事なのに大事なのになんで1階の社員が謝っただけで会社が謝ったことになるんだよって富士は取引先の係長や平が謝ったらどんなミスでも許すんかってお前らなら絶対許さずにもうどんどん追及するだろうっていう風にね言われたりもしますねまあこの謝罪はねほんとやばかったかなと思いますいかに手 テレビ局が、えー、適当な感じでね謝罪をしてるかっていうのがマジで露呈してるんじゃないのかなと思いますねということで今回はフジテレビが大谷翔平選手の話で謝罪するもあまりにも非常識すぎて大延長してしまうっていうようなそんなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました